じゃじゃじゃ人の大きさすぎる。化け物かもしれない。じゃじゃじゃ、なんか綺麗な結果。あれは超かっこいいね。はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回はですね、ガチャガチャをやってきました。はい、こちらですね。ドラゴンボールスーパー06UG アルティメットグレード。はい。こちらもね、やってきました。一応ね、まあ、コンプ狙いでね、やってきましたが、ラインナップはこちらです。まず、スーパーサイヤ人ゴッド、スーパーサイヤ人ベジータ。で、次が、ブロリー。はい。で、次がスーパーサイヤ人のベジータ。で、ラスト、全王。はい、ということでね、このラインナップで、一応コンプ目指して、やってきました。まあね、まあ一番欲しかったのはブロリー、2番目はゼンあのね、ゼンちゃんはね、あれやね、もう、2つあってもいい。だからね、ゼンちゃんはダブっても OK。まあね、ゼンちゃん2体はね、まあアニメでもね、2体いるんでね、違和感なく、飾っておけるんでね、ゼンちゃんは逆に2体欲しい、っていうぐらいですね。まあ、あとはかぶらなければ、かぶらないで揃えれば一番いいんですけれども、ではね、結果を、ご報告したいと思います。はい、まずね、ちょっとね、わけあって、まあ、1店舗目は、もうすでにね、2台あって1台売り切れで、1台がね、残り2つしかなかったんですね、カプセルが。で、中見ても何が入ってるかちょっとよく見えなかったんですよね。だから、まあいいやと思って、その2回だけね、回したんですけれども、まず1回目がね、こちらですね。ポンとね、まあもうこれで大体わかると思うんですけれども、もう青髪はね、もう見えちゃってるんですけれどね。はい。ということでね、1回目は、はい、こちら。スーパーサイヤ人ゴッド、スーパーサイヤ人のベジータが出ました。はい。まあね、1回目だからね、まあダブルことないんでね。で、次、もう一個がね、一応、こう横から見たんですけどね、それでもね、わからないんですよ。ちょうどなんかね、紙でね、見えないんですよね。何が入ってるか。なので、もういいやと思って、最後だしと思って、やったんですけど、で、出たのが、ガチャコンとね、出たのが、まあ、この台座ね、わかるかと思いますけれども、スーパーサイヤ人ベジータ、はい、こちらが出ましたね。なので、まあ、良かったんですよね。ギリギリね、被らなかった。最初ね、これが見えた時、うわ、被ったと思ったんだけどね、良かった。スーパーサイヤ人だったからね、良かったと思って、ね、まあでも何を言ってもね、2回しかできなかったんで、ちょっとね、こう消化不良気味だったんでね、まあちょっとね、近くにヨドバシがあったんでね、ちょっとヨドバシの方寄ろうと思ってね、行きました。はい。そしたらね、まあ2台ぐらいあったんですけど、まあ2台ともね、まあ中身は最高あったんですけど、まあそのうちの1台にね、的を絞って、一応回しました。はい。で、次に出たのがですね、コロント。はい。まあ、これだけじゃわからないね。でもここを見ちゃったらわかるよね。はい。ちょっとのぞいてますね、可愛くね。はい。ゼンちゃんです。いや、これはね、これは良かったね。ベジータが来たらもうそれであれだったからね。
ゼンちゃん、ゼンちゃん可愛いよね。あれ、あ、こっか。いや、ゼンちゃん可愛いわ、うん、めっちゃできいいよこれ、うん、いや、ゼンちゃん可愛いわ。おい、これはね、ほんといい出来がいい。ということでね、一応今んとこね、ダブリなしで来てるんですよ。で、ブロリーが来ればあのダブリなしでコンプっていうね、素晴らしい結果に終わるんですけど、まあ最悪ゼンちゃんがもう一個来てもいい、うん、ただベジータが来たらもうアウトですね、はい、っていう瀬戸際でね、もう一回同じ台でガチャコンと回しました。はい、その結果です。ちょっとね、はい、何が来たかっていうとね、ここにね、髪の毛ツンツンが見えるんですよ。うわ、ベジータかと思ったら、ちゃんとね、なんとノーかぶり、ダブらないで、なんとコンプできました。いや、これ超嬉しいね。このシリーズってほんと1回500円だからダブルと地獄なんですよ。なのでね、ダブらずにねコンプできたっていうね、ほんと久しぶりの、快挙です。はい、ブロリーも超かっこいいよ。ということでね、じゃあ実際ね、ちょっと組み立てて、組み立ててね、ここに並べてみましょう。はい、はい、ということでね、組み立て終わりました。ね、結構ベジータに関してはね、ここのね、首を入れる時がすごい硬い、うん、めちゃくちゃ硬いんで、あの普通に力技で入れてもね、結構苦労するんで、ちょっと自分はね、ドライヤーを当てて、熱で柔らかくしてね、押し込みました、うん、いやー、結構ね、やっぱこう見るとね、出来はすごいいいね、やっぱね、めちゃくちゃかっこいい、これスーパーサイヤ人、ゴッドスーパーサイヤ人、ベジータ。今回なんか悟空がラインナップしてないからね、なんかベジータが主役みたいな感じになってるけどね。で、スーパーサイヤ人ベジータ、これもいいね。あんまこう塗装のね、ムラとかもないんでね、ほんとこのシリーズはね、ほんと大好きですね自分。いやー、いい、すごいね、で、ブロリ、いや、これブロリだけボリューム違うでしょ、これ、ボリューム感すごい、これ、思っただけで重いからね、この筋肉すごいね。で、髪がクリア、何よりね、これ頭が、こう髪の毛が痛いの、これツンツンで、だからね、こうね、胴体とね、組み合わせるとき、こう持つとね、痛い、刺さって、指が。いやー、でもボリューム感がすごいな、ブロリー。確かにね、他のあのドラゴンボールのね、2ちゃんとかね、今5ちゃんだけど、見てるとね、ブロリーあんま出ないみたいですね、まあレアソートなのかわかんないけどね、まあ最初ゼンちゃんがねレアかなと思ったんだけど、なかなかブロリーがね出ないっていうね、まあほとんどこのラインナップだったらみんなブロリー狙いみたいですけどね。で、ゼンちゃん、いや、ゼンちゃんは可愛い、めっちゃ可愛い。
このね手とかね飛んでる姿とかいいね。で土台がね星のエフェクトみたいな感じで、いやもうこれキュートさをアピールしてるよね。いやまあ出来はもう本当もう文句ないね、うん、まああとは若干塗装のね、ムラとかが、まあ善ちゃんの場合はちょっと目立つかなっていうのでね、うん、まあね造形としては本当文句なしですね。ああ善ちゃんもう一体欲しいな、うん、もう一体は個別で買うかな、ショップかなんかで。結構ね善ちゃんはなんか出やすいみたいですけどね、なんか三連ちゃんで善ちゃんっていう人もなんかいるみたいですけどね、全然善ちゃんっていうね全然善ちゃん、全然善ちゃんでもいいけどね。あともう一体善ちゃん欲しいね、やっぱね。そうすれば完璧。ということでね、今回はね、いやーほんと運が良かったですね。結構このシリーズはね、結構あまりダブらずに揃えることができてるんですよ、今のところ。ただ今回ほんと、いつもだったら3つラインナップされてるんですけど、今回4体だったんでね、ダブル確率高かったんですけど、ノーダブル、ダブらずにコンプできました。いやー結構運が良かったね、ということでね、今回は UG ガチャガチャの紹介でした。またね、別の、フィギュアが、手に入りましたら紹介していきたいと思います。ではね、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴どうもありがとうございました。